朗報あれが終わります。その陰でとんでもない法案が通っていることをご存知でしょうかブタゴリラ、俺たちも終わっちゃったのかなバカ野郎、まだ始まっちゃいねえよ。ハロー YouTube、下根塚さんのニュースの猫側にゃ、今日もね、トップカやビニュースをお送りいたします。いやもうあれがね、シュー これちなみにこの終了でよく使ってるこの画像のいろいろ調べたらこれ。結果発表の時の顔だったの時の僕の顔中で話題に。ちょっと何言ってるかわからない。今日はですね。ひっそりとホームページから削除されていたあれ、話していきたいと思います。つってんねということでね、やっていきましょう。皆さん知ってましたか日本人の健康を司っていると思い込んでいる象徴。で、おなじみの厚生ローピー症が、えぇ、ー、コーピーピーローピーいや、もうちろんいたいとだか。ピーって言いたいとだか。はい。 コーピーローピーピーちょっと面白いなと思って話進めてもらっていいですか実はですね5月7日をもっ でいいわゆるる皆ささんが数年にかかけててままちま食べさせられてきたはあるじゃないですかベッドラーこれちなみにかまぼこベッドラさんに関しまして、今までは全人類が食べるべきね、美味しい食べ物ってずっと言い張ってたわけですよ。ね。特に若い人も食いなさいよっつってね、栄養あるからっ,って言ってたわけですよ。実はこれで厚生労働省が今後は 高齢の方、それから医療従事者にしか、ちくわは食べる義務はありません、ということを、ひっそりと発表してたんですよ。あんだけ散々、ちくわを食べない奴は、帰国ピーだっ,つって、いや、みんは言ってもいいので、みんみん、言ってきたのに、今更、しかも、ホームページで、誰が見てんねんっていう。これ、事実上の、新型の、カラスケなりの、豚ゴリラ行政の失敗、おい、待てよ、お前。豚ゴリラ行政 かおブ豚ゴリラ行政気に入りましたけどね。この豚ゴリラ行政の失敗を示していると。 だからホームページでこっそり知らせてきたっていうずるいインザスカイですよやっとずるいインザスカイどっちでもいけるんだね僕次第なんだよねそういうことですで今更すぎるでしょうつい最近めちゃめちゃ話題になってたのが1歳の赤ティンがちくわをねまあもともとね乳幼児食べちゃダメですよちくわはねあれは離乳食終わってからなのにたしかも3回も食べてあの世に旅立っちゃってるんですよこれちょっとふざけた言い方になってるのちょ申し訳ありませんねでもちょっとこれはっきり言うと怒られ されてしまうんだよねこれねもう今更なんですよねでもやっと国が認めたとこれは私たちの勝利だ って、あなたは思いますかいや、むしろ全然逆なんですっていう怖い話。まあ今ね、衆議院議員本会議でめちゃめちゃ話題になってる法案って、L で始まる例の法案ですよ。ね、あれ今アメリカ駐日大使がめちゃめちゃ内政干渉してきていて、日本は今すぐにこれを導入すべきだってめちゃめちゃプレッシャーかけてきてるわけ。彼はちなみに世界を牛耳っている J の一族で、そもそも世界中的に見れば、この L で始まる法案に反対してる人の方が増えてきてるわけですよ。実際に決まっていたも この取り下げる反この L なんとか法案っていうのが今アメリカの議会とかバンバン提出されていってる中日本は逆行するかのようにこれを作らさせられているわけですよこれ何のためかっていうとまあこれ後の話につながってくるんですけどこれ人口のお減らし大会につながってるって話なんですよ、うん、まあでもこれも一つの話題なんですけど実はもうすでにひっそりと法案が通過したものがありますそれがマイナンバーカード保険証を廃止して一 マイナンバーカードといえば、押し進めているマイナンバーカードね、つい数年前にはパンダちゃんに対して個人情報が3万件流出したっていう事件がすでに発覚しており、日本の省庁の情報管理のずさんさっていうのはもう 明らかにされているんですこれをねデジタルで管理する恐ろしさこのマイナンバーカードついに一本が決まりましたこれ実は厚労省がスクワをもう食べなくていいよって発表したこととめちゃくちゃつながっていますなぜならば彼 全部、の、目的は、マイナンバーカードの義務化だけじゃないんです。その先にある、デジタル監視社会って話。知ってます彼が、数年前に、東南アジアで行われた、ある会議で、デジタルの、いわゆる、ちくわのパスポートのことについて、トップたちが検討していたんですよね。もうこれ、すでに導入は決まっていると。そして、なんで、ちくわもう食べなくていいってなったか。 それは多くの人が食べちゃったからです。今後マイナンバーカードにこのデジタル宿ワパスポートも組み込まれ、もちろん銀行口座も一括で管理されるようになる。これすべて政府が握っているヤバい社会が到来してしまう。ってことなんですよ。これ実はこの法案の取っかかりが通ってしまった。知ってましたか皆さん。実はこれ全部リンクしてる話なの。アメリカのユタ州では デジタル運転免許証っていうのが始まっていて、病歴や宿泊の食べ歴、税金、犯罪歴、日常社会での点数が全て一元管理できると。権力者はこれを手元の端末で一発で調べることができるらしい。これすでにアメリカで始まってるのです。そして今回日本で始まるマイナンバーカード、健康保険証の一本化。これ同じことが 来ますよ。やばくないですかあともう一個あります。改正内閣法、改正新型なんとか演算特別対策措置法が賛成多数で可決しました。これ、新たな新幹線の章、これに備えるために作ったって言ってるんですよ。 そうもうすでに次のものが来ることは予見されてるわけですよなんで今回ちくわもう食べなくていいよってなったかそれは次のちくわが来るだけの話なんですよ世界の大富豪ビルの方から来たゲイツちゃん彼は2019年にイベント201っていう この世界のパンチャンデミグラスソースの状況を想定したリスク対策みたいな会議を行ってた実は数年後に到来したこの新型のコロスケなりこれの予行練習だったって言われてるんですけど、実はこのイベント201というものが彼のホームページから消されていることが判明しました。これなんで消されたのかそれはもう完了したからです。そして次のが来るからです。彼はもっと恐ろしいことが来る。 きっと来る世界は白くてこれだ貞子だもう絶対に来ること決まってるとそしてこの法案で決まった新しい次のものに備える法律これ全部デキレースでありますコーピーローピーピーがひっそりとホームページで発表したこのあれはもう食べなくていいよこれ何も終わったわけじゃない むしろ始まったって話なんだよねあ、ちょっと席や。で、さっきの L の法案の話なんです。今、ずっと日本では言われている夫婦別姓であるとか、それからその結婚の法律、同性婚の問題とも強くつながっており、これね、伝統的な社会の基盤を破壊するために持ち込もうとしてるって話があるわけですよ。で、これなんでこの基盤を破壊する必要があるのかそれは家族っていうものを存在 これに多くの人に疑問を投げかけさせ人口がどんどん減っていく社会を実現するためなんですよ。以前、高齢の方は全員字の決すればいいと言ってめちゃめちゃ批判されていた成田祐介氏。彼は実はダボス会議でヤンググローバルリーダーというものに選ばれていることはご存知ですかダボス会議といえば世界の数勢を決める闇の未来会議です。彼は実はダボス会議に選ばれた人物であった。その人物が公の場 で高齢の人はいなくなっていいという発言これまんま人口のお減らしに繋がっているわけですそしてその旗振り役はやはりダボスだったってことそして彼成田雄介さんは今メディアにバンバン出まくってますよねメディアが激推ししているわけですこれなんで激推ししているのかそれは闇の者たちから押されているから人口のお減らしというものを実現するためにそしてこのちくわであるとかマイナンバーカードとか こういったものはおへらしした後の統合社会につながってるって。もうやだもう。 やだー東大卒で弁護士の計算力に驚きを隠せません。量子コンピューターなんていらないね。介護用マスクの備蓄について、厚生労働省は1000枚で段ボール1箱で備蓄するとのこと。8万枚だと、なんと8万箱の備蓄となる。どれくらい備蓄するのだろうかいや、お前何泉信次郎いけるいけるポエムやね。と、やっずろ。えすんずろ これおぼろげなやつじゃん。1000枚で段ボール1箱。8万枚だと8万箱。では、どれぐらい備蓄することになるでしょうかチッチッチッチチチピローン。エチごせいせかいってこともう答える気ないよこれ。何泉慎二郎、面白いと思った方、いいねとコメント待ってます。 thank you